ボストーク基地の一基地全景ボストーク基地は、ロシアの南極観測基地である。ボストーク基地とも書かれる。南78度28分、東経106度52分に位置し、標高は3488メートル。旧ソ連時代の1957年に開設された。1983年7月21日に、マイナス摂取89.2度を観測し、 これは地表における世界最低気温である。また、摂氏0度を超えたことは一度もない。同じく、南極大陸のドーム A 付近では引く、摂氏93.2度の温度が観測したことがあるが、これは気温ではなく地表面温度であるため、実際にこの記録を下回っているのかは不明である。ボストークの名称はロシア語で、東を意味し、ロシアの南極体験家の ファビアン・ゴット・リープ・ホンベリングスハウゼンの船にちなんで命名された。基地は南極点より約1 7 3 0トル離れた場所で南極表彰の中心より東側のオーストラリアの領有権主張域に位置する。ただし南極条約の批准によりオーストラリアは領有権を行使していない。基地は南極大陸の到達不能局及び南自粛局の近くに位置し、 地球の磁気圏の観測に最適の場所となっている。他に航空気象、日照計測、地球物理学、医学、気候の研究も加えて行われる。基地は他の南極観測基地から最も離れた場所に位置し、海岸部にあるミールヌイ基地から補給を受けている。基地には下記に約25名の科学者と技術者が常駐した時には13名に減少する。 ポストーク基地は第二次ソビエト南極観測隊により国際地球観測年の1957年12月16日に設立され37年余りにわたって通年運用された。基地は1994年に一時的に閉鎖された。現在基地はロシア、アメリカ合衆国及びフランスの科学者により共同で運営されている。1996年 ロシアとイギリスの科学者は基地の直下に知られているものでは世界で最大の氷結湖であるボストーク湖を発見した。ボストーク湖は南極氷床の表面下約4000メートルに位置し14000キロ平方メートルの面積を有する。南極観測基地の月平均気温、ボストーク基地、ボストーク基地は南半球さらに地球上で最も低い気温を 観測した環境である。長い冬期間の平均気温は約摂氏66度、短い夏期間の平均気温は約摂氏32度、年平均気温は摂氏55.3度である。低い気温は高度による気温低減により氷床の頂上部に出現する。最近に出現した最寒日としては2005年8月8日に最高気温摂氏78.0度、 最低気温摂氏85.4度を観測した。最高気温の記録は2002年1月11日の低摂氏12.2度、月平均気温の最低記録は1987年8月の低摂氏75.4度である。確証は持てないが、1997年の当期間に摂氏91度に達したことが報告された。非常に低温であることに加えて、 他の以下のような因子はボストークを地球上の人間の最も居住困難な場所の一つにしている。このような条件により1週間から2ヶ月間で気候順応し、頭痛、目の痙攣、耳の痛み、窒息近く、鼻血、血圧の急激な上昇、睡眠不足、食欲不振、嘔吐、筋肉痛、関節リウマチ及び3から 5kg の体重減少を伴う。 ボストークの42万年の氷床コアのデータ、上から、大気中二酸化炭素量、気温、大気中、メタン量、氷床18棒同位大比、北緯65度における、日車両。ボストークの氷床コア1970年代ソビエト、連邦は500から952メートルの深度の氷床コアを掘削した。これらは、氷中の酸素同位体比の研究に用いられ、 最終表記の氷は約400メートルより深い深度に現れることが判明した。その後、さらに3つの穴が掘削され、1984年には掘削コホール 3G は2202メートルの震度に達し、1990年には掘削コホール 4G は2546メートルの震度に達し、1993年には 屈削高ホール 5G は2755メートルの深度に達した。しばらく休止後、1995年の冬期間に屈削が続けられた。1996年には、ボストーク湖の汚染の懸念を表明した、サイエンティフィックコミッティオンアンタークティックリサーチの要望により、氷床コアの屈削は3623メートルの深度で停止された。この氷床コアは、 フランスと共同で掘作され、それは過去42万年間の環境条件の記録を示すものであり、過去4回の氷河期にわたるものであった。長い間、その氷床コアのみがいくつかの氷河期にわたるものであったが、2004年により浅い深度でより長期間を網羅するエピカコアにより記録は更新された。2003年は湖までわずか130メートルと推測される。 震度で停止されるまで掘削が許可された。ボストークの表彰コアは3623メートルに達したが、有用な気候の情報はそれ以上は得られなかった。その表彰コアの下部は、ボストーク湖の水が凍ったものであり、気候の情報を保有するものではなかったボストークの表彰は、通常3310メートルの震度、または414000年間の気候の情報が、 得られる。これより、下部の表彰は、氷が変化を起こしているという証拠がある。ボストークの表彰の情報は、期間が反転した興味深い MIS-11 機を、含む3310メートルの震度、または43万6 0年間まで、拡張しうることが示唆されている。これはそうであるならば、この記録は、新しい情報を与えないが、より新しくより長いエピカコアの記録に一致する。 ありがとうございます。